5番奥山福山恵子さん、以上の許可を得て、議場に説明資料を持ち込みます。私の方から昨今、1年前と話題になっております、東京2020オリンピックパラリンピックの関連のことと、3番の議員も質問しましたゴミ問題について2点をお伺いいたします。よろしくお願いいたします。まず、オリパラの件なんですけれども、東京オリンピックパラリンピック都内の小中学生を招待するという話があり、島内の小中学校も参加の方向と聞いております。で、小学校は移動教室等の他の行事の振り替えで保護者の負担は増加することなく、別の行事をオリンピック見学に振り替えるということで対応するというふうに聞いておりますが、中学校の方はですね、修学旅行をそれに振り替えるというわけにもいかず、修学旅行は修学旅行で行き、オリンピック・パラリンピックの見学はそれはそれでまた資金を集めて、行くというような話を聞いております。そうしますとですね、保護者の方の負担が大きくなるわけですね。で、交通費から宿泊費から、オリンピック・パラリンピックということで普段よりも多くの経費がかかるかもしれません。そのような中でですね、保護者の方の負担が大変なのではないかなということで、町としての計画、実際はどのような計画になっているのか、で、町として何か補助を考えていらっしゃるのか、この2点についてお伺いいたします。あと、ゴミ分別の方法なんですけれども、3番議員がおっしゃいましたように、先日、ゴミの焼却場を見学する機会がございました。その時、3日分の焼却灰の中から湯船1杯分ぐらいの金属ゴミが見つかるというような説明を受けました。小さい桶ではなくて湯船、体が浸かる方ですね、あちらに1杯分ぐらいの燃えないゴミが燃えるゴミに混ざって出されている、それ3日分だそうです。年間を通したら大変な量になると思うんですね。で、実際に見ると間違って入ったにしてはちょっと違うよなっていうような、量と内容だというふうに感じました。で、私はですね、実際ゴミを出すたびに、このチラシをですね見ながら出します。事細かく何曜日は何のゴミの日でどういうものを出しましょうというのが書いてあります。逆にこれを見ないと出せません。真面目に分別しようと思うと結構大変なんですね。で、持ち込ませていただいたアルミ缶、スチール缶、缶詰の缶、これは私は全部別々に違う日に出します。町が推奨しているのはスチール缶とアルミ缶はリサイクルの日に出しましょう。缶詰の缶は金属ごみの日に出しましょうというふうになっております。で、実際広報にもですね、裏に、今日はリサイクルの日ですよ、今日は金属ごみの日ですよと書いてあります。ただこれなかなか覚えきらない、分かりきれない。で、毎回ですね、このチラシを見ながら、今日は何とかのゴミだからこれを出そう、この絵が大事なんですね。絵を見比べながら今日はこの日この日というふうな形で出しております。で、10月からですね、発泡スチロールの回収が始まるということなんですけれども、そういう情報も含めまして、こういうチラシをぜひ作って更新して、配っていただきたいなっていうのを、思うんですけれども、町の計画はどうなっているのですかということを伺いたいと思います。以上2点、よろしくお願いいたします。教育課長、5番奥山恵子議員の一つ目の質問、小中学校のオリンピック・パラリンピック観戦に補助ができないかについて回答いたします。
1、実際はどのような計画なのかにつきましては、本事業はオリンピック・パラリンピック教育の集大成として、東京都2020オリンピック・パラリンピック競技大会の観戦機会を都内学校の児童生徒に与えることを目的とした東京都の事業になります。八丈町に対しましては、東京都より暫定割付案として、現在小学校4年生から6年生が東京アクアティックスセンターで開催されるパラ水泳、中学校1、2年生が有明アリーナで開催される車椅子バスケットボールを対象とし、8月26日から8月30日の期間で児童生徒の観戦チケットが確保されていることが示されております。また観戦がいずれも午前中であることから、観戦日前日の宿泊先の仮予約がなされていることも併せて示されております。2、町として何か補助を考えているのかにつきましては、東京都からは先に述べました通り、観戦チケットと宿泊先の仮予約以外の事柄については何も示されておりませんので、東京都より詳細が示された段階でなるべく保護者の負担軽減を図る形で町からの補助内容について検討したいと考えております。また八丈町の学校行事である小学校における5年生の雪山体験と6年生の移動教室、中学校の修学旅行につきましては実施時期は例年と異なる可能性もございますが、保護者負担等を含め例年通りの内容で実施する予定です。以上で回答といたします。住民課長。はい、以上。それでは5番沖山慶子議員の2点目、ゴミの分別方法のチラシの作成配布についてについてお答えいたします。まずはじめにですね、議員ご質問なされた10月からの発泡スチロール、あと白トレイの回収についてですけれども、現在ですね、補助金の関係等で予算執行が遅延していることをご理解願いたいと思います。先の議会におきましてですね、私の方も10月ぐらいというふうにご説明したことにつきましてはですね、訂正してお詫びいたしたいと思います。そこでご質問の回答の方ですが、先ほど3番議員さんの回答と重複いたしますが、この補助金を活用してですね、発泡スチロールトレイの原容器導入の事業のメニューの中にですね、ゴミ分別区分表も改定する計画がございます。具体的にはおそらく今のところ令和2年度の4月より全戸配布ということで、合わせて小冊子、こちらの方はちょっとそれが細かく説明するような冊子になると思います。そちらの方も全戸配布を予定してございます。なお今年度からなんですけれども、広報8条6月号より令和元年ゴミ出し基礎知識と題しましてですね、環境だよりの広報の欄に分別についていろいろ疑問に思われる点等をより細かくですね掲載しておりますので、ぜひですね広報8条の方を参考にしていただければと思います。以上で回答とさせていただきます。まずオリパラの方についてではですね、どの事業ですよっていうことと、宿泊先の仮予約がなされてますっていう話があったんですが、以前ですね、議員研修の時に宿泊先もしかしたら、都が用意してくれるかもしれないっていう話は聞いてたんですが、その値段ですね、実際お金を払うのか、例えば青少年オリンピックセンターのようなところにですね、無料で泊めていただくとか、安く泊めていただくとか、そういうことがされているのか、もう少し詳しい情報が分かったら教えてください。またですね、先日ですね、小中高の お子さんを持つお母さんと話をしたんですね。その時に今
今消費税が上がって保育園の保育料が無料化になるって言ってるけれども、まあ、私はもう保育園の子供はいないからだけど、それどころじゃないんですよ。もう小学校、中学校、高校、お金かかってしょうがないと、本当に大変なんですよって話を聞きました。で、まあ、保育園というのは保育園に行ってご飯代とかを払っていればなんとなくそれで済んだんだそうです。しかしですね、大きくなると部活には行かなきゃいけない、習い事はする、塾がある、また遠征の費用もある、とてつもなくお金がかかりますと。今思えば保育園の時が一番楽だったような気がする。で、この部活の費用を払えないとか遠征の費用が出せないので部活をしないというお子さんすらいるんだそうです。で、お金がないから部活ができない、部活をする人が少ないから島内でチームが組めない、島中集めても2チーム組めなくって練習試合とかもできないので、結局またお金をかけて東京に試合をしに行くと、もうなんか負の連鎖のような非常に大変なことが今八条の教育現場で起こってるんですよ。そういうことも少し理解してくださいね、本当お母さん大変なんですみたいなことを聞いたんですね。ぜひ子どもの教育という観点からもオリンピックを実際に目で見るっていうのとテレビで見るというのは違うと思うんですね。で、先ほどパラリンピックの方の観戦が予定されているということですけれども、それもまたそれでいろんなことが学べると思いますので、ぜひ多くの人が参加できるように町としてもいろんなことを考えていただけたらなと思います。再質問としましては、宿泊の開催仮予約ということなんですけれども、この費用に関してのご通知はあるんでしょうかということをお伺いいたします。ゴミ問題に関しましてではですね、私一生懸命いろいろ書いてきたんですけど、まず議員になりまして八丈町にはビジョンがないって結構言われました。で、島の職員の皆さん、町の職員の皆さん、日々の業務や問題解決には一生懸命ですけれども、長期の展望とかこういった町にしたいっていうビジョンが見えてきません。で、その時に、まあ、もちろん私はさまざまな計画があってみんなでいろいろ考えてやってます、それに基づいて事業や再執行も行われてるんですよ、一生懸命みんな考えてるんですよって説明はしますけれども、でも住民の皆様からはどうも町が何を考えてるんだかよくわからないというふうに言われました。で、近頃の町の予算の組み方を見た時に、八丈町は財政再建のために必要最低限のことを行い、常に今一番安くて済む方法を選択して行っているのではないかなというふうに感じます。特にゴミ行政はリサイクルするよりも燃やす方が安いために、細かく分別しリサイクルするよりも燃やせるものは燃やして処理しましょうというような方針が行われていたように思います。しかしたまに補助金が出ますと、デポジットとか廃油の回収ですとか、発泡スチロールの回収ですとか、燃えるものをリサイクルすることを始めます。でも長続きせずに終わります。そしてまた復活します。何をやりたいのかなっていうところで、お金がないので一切リサイクルはしません、全部もします、それはそれで方針としてありだと思います。でもやったりやらなかったり、そのたびに住民は出し方が変わりますので混乱します。先ほども補助金が出たらやりますという課長さんのお答えでしたけれども、お金が出たらやるけれどもお金が、ね、ないときはやらないよっていう、町はこのゴミ行政に対してどうお考えなんですかっていうことがよくわからない、そんなことが町のビジョンはないんじゃないって言われることにつながっているんじゃないかなと思いました。ぜひ八丈町はですね、これはこれで行くという柱を作っていただいて、長期間同じことをやり続けるゴミ行政をやっていただきたいと思います。で、話を元に戻します。クリーンヒーター、燃えるゴミに燃えないゴミが大量に購入されるということで困っていると伺いました。で、
混入を防ぐために一番安くて簡単な方法は、住民にきちんと分別して出していただくことです。そのためには分かりやすく、こういう分別してこの日に出してくださいということを住民に知らせること、チラシを作って配布することが有効だと私は思います。さて、そのチラシですが、何回配りましょうか。1回ですか2回ですか。1回ならば行政としての役目を果たしていると思います。作って配りましたよ、これを見て出してくださいよ。でも1回や2回配ったからといって混入が減ると思われますでしょうか。私は無理だと思います。人の習慣や気持ちはそんなに簡単には変わりません。広報を見ない人もいます。効果が出るにはある程度時間をかけ、ある程度繰り返す必要があると思います。転勤していらっしゃる住民の方にもきちんと分別してもらうために、年に何回も折り込み、防災無線で今月の広報にチラシが入っています、ご覧の上正しい出し方にご協力くださいというような住民の意識改革を促すのが良いと思われますが、いかがでしょうか。さて、経費の問題に入ります。チラシを大量にするには費用がかかります。現在の町の考え方では、必要最低限を超えた無駄な費用と考えると思われます。チラシを2回も3回も全国配布する、それは無駄でしょう。1回配ったのを見てくださいっていう方が安いでしょうと思うかもしれません。でもそれで問題解決はしないと思います。燃やすと高になるプラスチックは炉に悪く、大量に含まれる燃えないゴミを取り除くには人件費がかかっております。最終的には正しいやり方で正しく出していただき、燃やすのが一番安く済むということになると思うんですが、損して得取れということわざもあります。今一番安い方法を選ぶのではなく、5年後、10年後の結果のために少しずつ体制を整えていくというのはいかがでしょうか。今から訓練をしていけば、新しい焼却場ができた時に無理なく稼働できるのではないですか。先日見たドラマで経理担当の職員がこんなことを言ってました。必要ならば堂々と自信を持って請求するべきです。これだけの費用を投入し、これだけの成果があったと数字で表さないと、次に何かをするときの指標になりません。次につなげるために、その経費が本当に必要ならば自信を持って請求しましょうと言っていました。クリーンセンターの建て替えのことも候補に載っております。住民の関心も高い今は、今後の八丈町のゴミ行政を考え、柱を作る良い機会だと思います。お金がないという大問題が基本にあり、何をやるのも大変でしょうが、町は何をしたいのか、どうしてほしいのか、長期的展望を持って対応してくださるようにお願いいたします。今の話を踏まえて、今後どうするのか、折り込みチラシ補助金で1回作って終わりですか、どうしたいのですか、返答をお聞かせください。よろしくお願いいたします。教育課長。それでは、5番沖山恵子議員の、再質問に、回答させていただきます。宿泊先の料金はにつきましては、八丈町の児童生徒の宿泊先としてどの施設が仮予約されているのかが示されておりません。したがいまして、料金についても分かりかねるところです。現在ですね、先ほど、ご報告いたしました通り、東京都と町の役割分担、またですね、今度引率の先生とかですね、何人チケットが確保されているのか、そういった細かいところですね、あと東京都が負担する予算の範囲についても全く示されておりません。示されておるのは、先ほど申し上げました児童生徒の観戦チケットと宿泊先の仮予約がなされていますよという
そこまでにとどまっておりますので、今後ですね、そのあたりの情報が出てきましたらですね、町としても、一番最初に質問がございました、ところで、対して、児童生徒のですね、なるべくあの保護者の負担を軽減するような形でですね、予算、補助の方の、申請を考えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上で回答させていただきます。住民課長。はい、以上。それでは5番議員の再質問、今後の折り込みチラシについてということなんですけれども、こちらがですね、平成23年度、まあ、7年前ぐらいになりました。これが冊子です。17ページのお冊子になっております。で、こちらがですね、区分表、今ですね、いろいろ改定をしながらですね、平成29年4月1日付、これが一番新しいチラシとなっております。このようにですね、今後、まあ、今回はですね、補助事業を活用いたしまして、このようなものを作らせていただきます。また発泡スチロール等の原油機等の機械も導入いたしますが、まあ、これを基準にしてしましてですね、今後は、まあ、補助金だけに頼らずですね、必要とあらばですね、このようなものをいろいろ変えながら、使いやすいようにしながら広報はしていきたいと。まず転入転出時等の皆様にはですね、当然こちらに届けに来ます際にはこのようなチラシを全員の方にお配りして周知してございますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。以上でございます。はい、5番。お答えありがとうございます。今ですね、チラシのことについては今後検討しますということでしたが、もう一つ、再質問でお伺いしました八丈島のごみ行政の柱につきましても、どうするのか、実際リサイクルしない方が安いんです。燃やした方が安いけれども、でもそうすると有害な煙が出るかもしれないし、いろんなことが起こるかもしれない。これ非常に難しい問題だと思うんですね。お金がない中でどうするのかな。でも今までってやったりやめたり、やったりやめたりっていうのが繰り返されてきましたので、ぜひですね、今後は八丈町はどうするのかという柱を作っていただけるようにお願いしたいと思います。返答は求めません。よろしくご検討ください。ご番組答弁まとめますか。答弁、今答えられないと思うので、課長一人のお考えでは。私聞きます。よろしいですか。はい。